じゃあ今撮ってるんで、今そこを撮りたい。はい。はい、自分で触ってる。はいはい。そこを撮りたい感じ。はい。で、もう一回すみません。ちょっと手が。で、力大きいですよね。はい。で、今ここは確かにこのポニョポニョっていうか、はい、で、これはいいですか、はい、今掴んだ時に押しますよ。あの、振るんでちょっと止めてもらっていいですか。はい。はい、で、止められないんですよ。わかります、はい、で、はい。で、ということはこの今のこのポニョポニョが、はい、脳がこの脂肪を意識してないってことなんだけど、まだ言ってる意味が分かんないと思うんですけど、これ今グラグラ動いちゃうでしょ、はい、でそれを、いつもねやってるこのエネルギーで一回こうエネルギーの流れを変えてあげて、はいはい、で脳からの意識を変えてあげるんですよ。そうするといきますよ、はい、分かります、えー、はい、はい、でこれ今脳が、あ、一応止めてね、そうそう、はい、そうそう、そうそう、分かります、ほら、意識すればこうやって止まってくるわけですよ。でそうすると脳がこの脂肪を今認識したってことなんで、いらないものは脳がいらないって判断してくれれば、はい、だからいくら食べてももしかしたらここにたまない可能性が出てくるって、だったらすご、だったらすごいなって話なんだけど、とりあえずこれ買ったもの今変わると思うんで、ごめんね、もう少し、はい、例えばこれを10分ぐらい、ずっとこうやってやってればかなり変わっちゃうはずなんですよ、はい、これ一回一応意識してね、そうそうそう、でこれで、あ、筋肉って、あ、筋肉、脂肪動脈じゃなくて、水ですね。大きいですかね。はい。はい、で、今ちょっと触ってもらっていいですか。さっきと比べてる、硬くなってる感じっていうか。ああ、確かに硬いです、はいはい。左と比べてもらうと分かるかもしれない。足を取り上げて。ポニョポニョポニョ感。はい。どうですか、ちょっと今ね、何回も今、取らないと。治っちゃうんで。治っちゃうんで。分かります、これも。全然。このもうポニャポニャっていうかもうタプタプ感、はい、わかります、はい、でこっちはほらタプか、タプタプじゃないとわかりますか、あ、はい、打って取って、はい、タプタプしないんですよ。こっちはもう、うん、タプタプなんです動いちゃいます、ね、そう、まあ動いちゃう、はい、タプタプ でこちらは、うん、いいですか、この、はい、踏ん張れちゃう、はい、わかりますよ、はい、こうグッグッグッってきてるじゃないですか、っていう、はい、だからこれは後から取れてくる可能性があるって話です。はい、じゃあもう一回こっち行きましょう。そうしたら面白いなって話なんですよ。脳がちゃんと、うん、で行きますよ。はい、踏ん張ってね。わかります？これで今さっきよりタプタプしない感じになって、はい、タプタプしない。今脳に教えてるっていうかね、脂肪は、このとこ脂肪が残っちゃってるよみたいな。今まで脳が認識してないんで好き放題ついちゃうみたいな。うん、うん、好き放題までいかない、あ、好き放題の人もいるかもしれないんだけど、はい。よして、もう少しちょっと強くします。はい。まだちょっと弱くて、少し。今日はね、なんかちょっと皆さんちょっと弱いんで、なんか何かやっぱり磁場がね、ちょっと、あ、これこっちの方がわかりますか。はいはい、はいはい。すみません、ちょっと弱かったんで、ごめんなさい。これぐらい入れてあげて、押して。だから、なんとこの二の腕も取れちゃうし、お尻の下も取れちゃうし、結構、結構取れます。一回触ってもらっていいですか。あ、うん、違うか、違う、違うでしょ、うん、もう一回こっちも見せます、さっきよりもっと強く、これもっとそうそうそう、しっかり頑張らないと、大きく掴んで触れて、し、大丈夫、痛くはないよね、そうそう、全然痛くないと思うんですけど、よし、これで一回、あ、これで触ってもらって、絶対よかった、分かりますか、ウエストができてる感じ、ちょっと細くなって、なんか、はい、くびれが、あ、そうそう、くびれが出てくるんですよ、はい、触った感じでも分かっちゃうんで、まあ、いちいちこんなの測らなくても。数年前の話みたいな。そうですね。そうそう。で、今、ね、こうやって、手を当ててもらえば、こうやってグッて、しっかりグッてくる。あ、来ますね。はい、来るんですよ、はい。で、それがもっと、もしかしたら1週間後、どん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 取れてきて、1ヶ月はもっと完全にくびれになるのかもしれないし、ってとかです。まだそこは分かんないです。はい。そんな風な新しいダイエット法です。はい、じゃあそのままで。はい。まあ、一応今、何だったっけ、どこやったっけ、あ、お腹はやね、やったけど、はい、この二の腕、そのままでだらなるべくだらーんと生えしててもらう、はい、で、まあ確かに これですよね、はいはい、もうこれ全然もうプニュプニュで、一応反応してく、反応っていうか抵抗してくださいときに、はいはい、抵抗があんまりこうできてない、はい、はい、できてない、これは脳がね反応してないということなんで、はい、これをごめんなさい、もう一回させてね、で今チャクラ的な、ね、エネルギーを流れを変えてあげると、そうすると分かります？もう、はい、
すごい、ね、こう力がグッてこうちゃんと脳から指令が行くんで、だから脂肪なんてねそんな風に動かせないと思ってたら、そうそう、脂肪がこう反応してくれるんですよ。不思議なんだけど、今ね、この辺から行きましょう、はい、痛くないね、これね、はい、一応ね、一応止めてください。そうそう、はい、はい、やっぱり、ね、意識させないとちょっとなかなか、あ、意識しないとね、ちょっと動いてもね、よいしょ、一応ね、この辺も一応今痛めたんだけど、ちょっと筋肉も実は脂肪を燃やすためにちょっと意識した方がいいんで、ちょっとこの辺の筋肉を意識して、で、まあ、これ油分であったり水の分、水分であったりするんで、それもちょっと意識して、はい、でこれで一回すいません、ちょっと触ってみて変わるか、自分の中で、ああ、なんか違う、はいはい、右と触って比べて、で後からね気づく人は結構多いんですよ。これミディアムが撮ってるけど、ね、さっきもね、ここ言ったじゃないですか、はい、撮り終わってからはーって言ってましたよね、はい、なんか右に近づいた、あ、そうそう、右に近づけばいいです、はい、左の方がね、タプタプかな、はい、じゃあ右もやっちゃいます、はい、あ、これで抵抗して、そうそう、はい、そうです。で、なんか昨日肩痛かった人が、はい、脂肪でこうやってやったら取れたんですよ。脂肪がなんか引っ張って痛くなってたっていうのもあるみたいなんですよね。不思議だな。ここね、ここタプタプなんで、これ一回手、そう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 、こんなとこもちょっとやってるんです。左手ではこっちかもしれない、これかもしれないですよね。ちょっと左も行こうと思うけど、この辺やってなかったんで、ここですね。このリンパに流すから。こっちからリンパに向かって当たる、これ抵抗しない、そうそうそう、リンパに向かってこう流してあげたら取れるかもしれない。すごい変わる人もいるし、後から変わる人、はい、一回触ってもらっていいですか。なんか、なんか違う感じはする。うん、そうそう、違う感じでいいです。違う感じ。で、それが、例えば腕をこう振って、またこうやって振ってもらっていいですか。はい、うん、そういうことをやることによって、ほら、だいぶほら、揺れ方がね、いいじゃないですか。はい、はい、で、そういうことによって、まあ、腕も結局緊張取らなきゃいけないし、で、今度は脂肪を認識させてあげれば、歩くときに今みたいにちょっとこう手がブランブランって触れたら、この脂肪が取れやすいっていう、はい、で、脳も認識してるんで、そんな感じです。はい、はい、見た目で変わる人もいる、人が見てて変わったって思う人もいるし、触った感じだと分かんない場合もあるけど、ね、ちょっとそれ筋肉入っちゃうの、こうやって上げるとね、そうそう、腕上げると筋肉ちょっと、あと一回僕がやって、もう一回触ってみましょうか、はい、力抜いててもらっていいですか。最初の感じと少し変わってる、タプタプ、今これ張っちゃってるんだけど、まあ、そんな感じました、一応全体終わって、もう一回ウエスト触ってもらっていいですか、はい、それで今言われたことを、はいはい、ウエストができた感じがします、はいはい、前は座って触れなかったってこと、はい、はい、どう触れないというのはどういう感覚だったんですか。肉がついてるって感じで、はいはいはい、あ、触っても肉だなって思ったんですけど、はいはいはい、今はウエストちゃんとあるなって、はいはいはい、あ、そうですか、はい、ウエストがあるっていう認識ができたってことですね、はい、ありがとうございます。